ジン。お邪魔でしたか。構わない。お祈りを。我が先祖の名、これからする諸行の許しを乞うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入った。菊池家の老頭であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も駒田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだ。足立家を奪い損ねましたから。話によると、ある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎ。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃、賊に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。賊どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて、池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。姉君が裏切る兆しは。しかし間ではなかったが、お互いを思い合っておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしき骸を見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽の骸を作った。
知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。万兵がおるな。ご用心を。ルミンバグリの場所ならば何があってもおかしくありません。花はどこにおる。アマザコが来た。殺せ。切り捨てろ。叩き。うわ。門を開けるぞ。急がねば新手が来ます。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。殺せ。どこにおる。援軍です。殺しに使えるのか。出てこい、臆病者。花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。
来たか、マサコ。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ、それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。逃がしてないぞ。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした。奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ、身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなお、この生き地獄はお前には分かるまい。お前が押しつけた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を痛む代わりに、笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めた。見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命を懸けて。もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。